手を出すなら、速攻で仕留めること。これ、鉄則。岡田です。前回のメール相談の続き。すべての行動において、あなたの価値を高めることだけをしよう、について解説。再度、参加者からの相談メールを貼っておく。相談者からのメール。先週、パーティーで知り合った女性と、その直後に食事に行き、かなりいい雰囲気になりました。食事中に、家にご飯食べに来てください。紳士ですね。いろんな場所に一緒に行きたいです。などと、かなりの好反応の言葉が連発されたので、お店を出てハンドテストしました。するとスムーズに手を握れて歩くことができました。その後、連絡先を交換して、再び歩き出す前に、不意に彼女を抱きしめて、キスを2回くらいしました。その時彼女は、ああ、鼻血が出そう。今日は眠れないかもしれない。と言ってくれたので、さらに調子に乗ってしまい、再度電車に乗る前に抱きしめてキスをしたら、今度は恥ずかしいとか言いながら、若干拒否反応でした。でも、結局2回キスしました。その後、一緒の電車に乗り、今日会えて嬉しかったよ。来週遊びに行っていい？ぜひ、LINE しますね。みたいな会話を10分くらいして、最後握手して、先に私が電車を降りました。家に帰る頃には、きっと彼女から LINE が来るだろうな、と思っていたのですが、全然来なかったので、25時くらいに軽い感じで、こちらからお礼の LINE をして寝ました。しかし、翌日になっても何も音沙汰がなかったので、ついにその日の夜、我慢ができず、風邪ひいた、〇〇ちゃんは大丈夫？との LINE をしてしまいました。しかし、やはり今のところ何も音沙汰なしです。これはどこかでミスをしてしまったのでしょうか？岡田の答え。細かい部分については、前回のメールで全て解説したので、今日は省略する。それよりも、最も重要な部分。そもそも、この相談者の何がダメなのか。結論。自分で自分の価値を殺してるんだ。どこが？ちょこちょこ手を出すところが。気持ちはわかる。いい雰囲気ができて、サインも確認できていたら、行けるところまで行っておきたい。そういう心理。潜在的に相手の気持ちを確認しておきたい、というのもあるだろう。だけど、圧倒的に高いクロージング率を手に入れたいならば、その中途半端な行動は今すぐやめるべきだ。All or nothing。これが大切。攻めるなら一気に攻める。切るならあっさり切る。その日、クロージングにかけないのなら、ちょこちょこ手を出さないこと。手を出すなら、速攻で仕留めること。これ、鉄則。マジで。今回の場合、かなりの好反応の言葉が連発されたので、お店を出てハンドテストしました。するとスムーズに手を握れて歩くことができました。この後、1、グリップテストを確認。2、クロージング匂わせ。3、テンション維持会話と割り切り関係を高める会話。4、理由&フォローと順だって攻めれば、絶対に即クロージングできた。神に誓う。ターゲットが大きな興味と期待で興奮状態にあれば、考える時間すら与えない速攻攻撃は何よりも効果的。竹下義恵もびっくりだ。逆に最初から後日クロージングを狙うつもりでハンドテストも行わずに焦燥切りを行っておけば、あなたが帰宅もままならない時間から女性からの LINE 攻撃に遭うことこの上ない。当たり前だ。なんでこんなにあっさりしてるの？私の何がいけなかったの？などの答えを探しに来るからだ。こうなると完全にあなた上位で再スタートできるから、次回のクロージング率は 100% になる。俗に言うセックスするためのデートの誘い方というやつだ。で、この選択肢の根本にあるのが、自分の価値に誇りを持つという言葉になる。
あなたのハンドテストはそんなに安いのか？あなたのキスはそんなに安いのか？あなたのオファーはそんなに安いのか？あなたの時間はそんなに安いのか？違うだろ？高いんだよ。あなたが思っている以上に。にもかかわらず、中途半端に、手出すわ、口出すわ、舌出すわ、挙句の果てには、次回の予定までがっつくわ。これじゃいかん。女性からすれば、なんだ、違うわ、となる。あなたの価値を高めてくれるのは、あなた自身しかいない。だから、常に、自分の価値を高めることだけを行う。その日、クロージングにかけるつもりがないのなら、最初からハンドテストは行わない。ハンドテストを行ったのなら、次のステップ、さらに次のステップと、一気に攻め立てる。あなたからの誘いが待ち遠しい。あなたの誘いは絶対に断れない。この誘いを断ったら、次はない。あなたのクロージングオファーは、そんな誇り高き行為であるべきだ。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。